ということで今回から、ポストシーズンディビジョンシリーズですね、相手チームはレギュラーシーズンでもバチバチに競い合った、アストロズですね。まあ、地区優勝はねアストロズに許した形になったけど、まあ、このディビジョンシリーズはねマリナーズが勝てるようにちょっと高尾さんも頑張っていこう。よし、じゃあ行きますか。相手のアストロズの先発ピッチャーがヘスス・リザルド。高尾さんがアストロズにいた時にトレードの相手になった選手だね。相変わらず表示バグってるけどな、レギュラーシーズンの成績。相手ピッチャー球種がフォーシーム、チェンジアップ、カーブ、ツーシームね。うん。で、ランナーが二塁に行ってワンアウト。よし。いやもうここは先制取りたいとこでしょう。いやにしてもさ、やっぱアストロズに数年いたのもあって、なんかこのミニッツメイドパーク懐かしく感じるね。うん、なんか未だにホームな感じもちょっとあるけど。おー、危ねー、タイミング外されたけど、なんとかカットできたな。あー、引っ掛けちった。ちくしょ、最後もチェンジアップか。おー、すげー、マリナーズ5点取ってる。うわ、すげー、よく取ったな、5点も。あれなんだな、多分高尾さんの後の選手たちがかなりつながったんだね。いやもうこの際だから、もう畳みかけたいよね。もうこのヘススリザルドをなんとかもう早いとこ降板させたいとこだけどね。これもダメか、打ち損じちゃったな。お、守備機会か。取ったら、まあ、中継かな。うん、フライだったら中継かな。お、結構深いけどどうだこれ。あ、いけるね。よし、うん、オッケーオッケー。高尾さん、チンコ触るんじゃないよ。よし、3打席目。あー、ランナーいないのか。ピッチャー変わってないんだな、まだ。監督あれかな、まだこれ逆転できるって思ってんのかな。やったぜ、しゃあ、完璧な当たり。ん、どこに飛んでった。しゃあ、ぐるぐる回して煽ってるぜ。なんかあんまりピッチャー顔色を変えないな。今回はこのパターンだね、三塁コーチャーとこのじゃれ合うパターン。お、これでも初めて見たな今の。あ、こんなんあったっけ、あのパフォーマンス。いや、元本拠地でこの、うわ特大だな。うわすげえ、446フィートまで飛んでる。結構飛んだね。お、これはもうかなり試合は優位に進められるんじゃないか。あー、惜しい惜しい。あー、危ねえ。危な、危ねえ。結構なんかレフトの守備がうまかったな今。セカンドギリギリだったもん。うまっ。無駄ないし、しかもほぼストレート、ストライク返球だったもんね。よし、ただ結果的にツーベースになったんで、ここで追加点したらもうあれでしょう、アストロズ的には。うん、あ、これでも1点入るもんね。よしよしよし、この試合はもうもらったな、マリナーズ。うん、8点差はよほど、よっぽどマリナーズのピッチャー崩れない限り大丈夫でしょう。おお、これも地味にセンター返しだもんな。これで2桁得点か。あ、
待って、うお、ちょ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 、やばいぞ、なんか雲行き怪しいぞ。10対6まで来てるじゃん。ちょっとこれは追加点取れたら取りたいな。ピッチャーの球種がランニングファストボール、カーブ、サークルチェンジ、スライダーか。うん、いったか、いったのでは。よっしゃー、おらー、2本目出た。これは前にも見たことあるな。この、あの、二塁ベースをちょっと煽るようなね。いや、今シーズンの本当ホームランパフォーマンス、バリエーション豊富で見てて楽しいな。打ったの何だったかな？ランニングファストボールかな？うん。いや、これも、打った瞬間だったね。よし、まず1勝目、ディビジョンシリーズ出だしいいね。マリナーズにとってこの勝ちは勢いづくね。いや、この試合は高尾さんもかなり貢献したもんね。よし、じゃあこの調子でもう1試合行こう。さあ、ということで2試合目やってきました。うん、相手ピッチャーはホセ・ウルキディですね。レギュラーシーズン20勝超えのピッチャーだね。じゃあ行くか。お、早速ランナーいるのか、一塁に。で、ウルキディの、変化球、球種がフォーシーム、チェンジアップ、スライダー、ツーシーム。うん。まあ、さっきね、1試合目、ホームラン2本打ったからね。ここも長打打ちたいな。あ、やっべ、うわー、カットもできなかったか。しくしょう。あー、いやー、今のはなんか悔しいな。あっさり終わっちゃったし。よし、2打席目か。どうしようかな。ビジョンでもいいか。クラッチでも結構マックスまで来てる気もするから、うん、今回はビジョンでもう早いうちにこのタイミングでショータイム使っちゃおうかな。うん、おー、ラッキーあれはピッチャーからしたら取ってくんないの結構きついやつだけどな。うん、高尾さん取ったらラッキーだったね。ここはでも、もうできる限りホームラン行きたいな。これはボールかな？よしよしよし。ノースリーか。次、ボール球来たら、うん、無理やりスイングだな。あ、よし！オッケー！ノースリーから。これも。うわ、当たり結構、あ、でも、深かったっていうよりも、滞空時間長かったか。441フィート。あ、昇竜拳みたいなやつだったな、今。よしよしよし。いいね、いいね。打ち崩してる感じになってるね。みんなめっちゃがっかりしてるもんね。めっちゃアウェイだけどさ。みんなタオルぐるぐる回してたのに、一気に止まったもんね。お、いいね。点数取られてないね、マリナーズのピッチャーは。あー、これは当たり損ねだな。うん、バットの先だったかな。それでも結構飛ぶけどね。お、いいぞいいぞ。5対0、点数は取られずにこっちのマリナーズだけ点数重ねてる。あー、これはなんかすくい上げた変な中途半端なバッティングになっちゃったな。お、ネイトローか。よし、これも守備。あ、これ、うん、俺かい。おー、今セカンドすり抜けなかったか。これで高尾さんが、うん、取るよね。取った後、フュージョン、はあ
いや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 、ありえねえだろ。何二人とも何もなかったような素振りしてんだよ。いやいや、ダメダメ。ダメだからそれは。よし。8回か。うん。まあ、2点は取られちゃったけど。まあ、ここでさらに打点追加できるともうほぼ確実だね。ちょっと2打席目3打席目かな、結構簡単にいっちゃってるので。ああ抜けるか、 OKOK、 帰ってはこれないよな。うん、さすがに。よしよし、でもこれでチャンスは広げたな。何だったかな、球種打ったの。なんか落ちる系の球だったけどね。これでエヴァン・ホワイトか。よし、最悪犠牲フライでもいいからね。頼むぞ、追加点。あー、 お前なんでそこでゲッツーになってんだよ。勝つだこれ。エヴァン・ホワイト勝つだわこれ。よし、よかった。そのままマリナーズ逃げ切ったかな。ということで、うん、まあでも、ディビジョンシリーズ、1戦、2戦、2つも勝てたので、かなりいい感じで進めてこれてるね。で、ディビジョンシリーズは全部で5戦なので、まあ、マリナーズはあと1勝すれば、うん、チャンピオンシップシリーズに進出も決まるので、これはもう、次で決めちゃおう。うん、決めちゃいたいね。はい、ということ。うわ、10対2か、最後。アストロズ4ヒットか。だいぶいい感じで抑えたな。うん、まあ、ホームランかなんかだったのかな。ということで、3戦目はね、次回ですね。ここまでご視聴ありがとうございました。